選ばれております。マイティ井上対ファン投票西の第8位でありますミスターレスリングの対戦を迎えました。ミスターレスリングはジム・クロケットジュニア推薦であります。オープン選手権は全てルールは30分の一本勝負で行われます。課題握手を交わしました。両選手がコーナーに分かれます。マイティ井上対ミスターレスリングの対戦であります。技師同士の対戦となりました。味のあるテクニック合戦が見ものであります。赤いトランクスをつけましたのがマイティ井上、 IWA のタッグ選手権者であります。身長が175センチ、108キロです。一方のミスターレスリング、188センチ、110キロです。腕を取りました。最初からかなり飛ばしております。力強い攻撃のミスターレスリングであります。世界マット界の魔術師と言われておりますミスターレスリングです。腕の取り合いが始まりました。リングの中央です。足を取ります。足殺しに転じましたミスターレスリングです。左の足を決めています。レスリングの攻撃。ミスターレスリングは南部ヘビー級のチャンピオンであります。足を固めておいて右の手、これがショルダーのあたりを捉えました。ちょっと後手に回りましたマイティ井上であります。しかしマイティ井上も12月の2日にパートナーのグレート草津とともにザ・コンバットから IWA のタッグタイトルを1ヶ月ぶりに奪還いたしました。上り調子でありますマイティ井上。力強い動きです。うまく外しました。左の腕を今度はハンマーに決めようとするマイティ井上の攻撃であります。なかなか身の軽いマイティ井上です。小さな巨人と言われておりまして現在26歳であります。得意技はサンセットフリップ、あるいは豪快なバックドロップ。大阪学院高校時代から柔道とボディービルで体を鍛えましたこのマイティ井上。うまく立ち上がりました。スタンディングポジションを取ります。頭を取って後ろに投げ飛ばしましたマイティ井上です。対角線上に向かい合います。相手は技師ミスターレスリング、全日本プロレス春の祭典チャンピオンカーニバルの常連でもありますミスターレスリングが相手であります。勝者には勝ち点2が与えられます。敗者は0。そしてもし引き分けとなった場合には両者にワンポイントずつ与えられます。しかしこの引き分けも時間切れの引き分けの場合のみ得点といたしまして、他の場合は得点がありません。頭を取りました。背中に右の手を回すミスターレスリング。リングの中央です。ロープに逃れることはちょっと不可能です。マイティの上、どうやら前半戦のペースはミスターレスリング、さすがに世界のテクニシャンらしく先制点を取っていますミスターレスリング。ほとんどの覆面レスラーは覆面をつけた場合にはラフファイトをやるというような、プロレスラーの定石を打ち破りまして白で統一いたしましたリングコスチューム。そのリングコスチュームに主張されますようにフェアでテクニックを売り物にする実力選手でありますミスターレスリング。足を固めています。レッグシザースに行きましたマイティ井上。ミスターレスリングの左の足にをがっちりと挟み込みましたマイティです。首に手をやりますミスターレスリング。ファン投票東の9位対ファン投票西の8位との対戦になっています。両者立ち上がりました。手四つの体勢、力比べに行きます。腰を落としましたマイティ井上。白一色のリングコスチュームがミスターレスリングです。小さな巨人であるマイティの上、力もなかなかあります。あっと両方の足を相手の胸板につけました。しかしちょっと技が崩れたようです。すかさず足殺しに参りますミスターレスリング。チャンスと見たら一気呵成に攻め込んでまいりますミスターレスリングの非常に敏捷な攻撃であります。このマイティ井上選手も国際プロレスの大変な人気者であります。42年にプロレス入りを果たしまして素質と努力を買われまして45年にヨーロッパ遠征、ヨーロッパで1年8ヶ月、それからカナダで約6ヶ月と本場でみっちりと実力をつけてまいりましたマイティ井上選手です。一時はザ・コンバットに IWA のタグタイトルを取られたんですけれども、この大会の始まる4日前12月の2日に見事にタイトルを奪還いたしました。 IWA のタッグ選手権者マイティ井上です。もちろんパートナーのグレート草津もこのオープン選手権に参加しています。
大きく投げ飛ばす。腰にうまく乗せました。あと飛び道具が出た。フライングヘッドシザースであります。これは見事に決まりました。フライングヘッドシザース決まりました。マイティーの上、攻撃のどうやらきっかけをつかんだような感じがあります。ちょっと足を引きずるミスターレスリング、覆面を気にしました。ロープギアです。ニュートラルコーナー正面から正観に攻め込んでいきます。マイティーの上、おっとエルボースマッシュを見舞いました。今度はエルボードロップだ。背中に肘を落とします。顔面攻撃だ。顔面攻撃、激しい攻撃です。ミスターレスリング対角線上に今度は放り投げる。相手をちぎるように右の手一本で相手を投げ飛ばしました。左の手は喉元にぐさりと突き刺さっていますが、ちょっとマイティ井上選手がチョークだというようなアピールを行いましたが、和田恭平レフリー、これには気がつきません。力強い攻防、和田氏同士の対決になりました。マイティ井上対ミスターレスリングの一戦であります。ちょっと首を取られているミスターレスリング、リングの中央にぐーっと引き寄せました。いいポジションを取りました。そして頭を抱えてブレンバスターの体勢です。これは危険な技。ミスターレスリング、マイティ井上がロープブレイクです。和田レフリーがロープブレイクを命じました。再びリングの中央対角線上に向かい合っています。白装束一色ミスターレスリング、南部ヘビー級のチャンピオンです。身長の差、ミスターレスリングは188センチ、マイティ井上が175センチ、7センチの違いがあります。サイドヘッドロック、余っている右手でボディにパンチを見舞った。あっと平手打ちだ。チョップを見舞うミスターレスリングです。今年の春の祭典、そして去年の春の祭典にも参加いたしまして、ジャイアントババア仕込みのチョップを見舞いました。ミスターレスリングであります。今度はボクシングスタイルだ。肩を揺さぶらせる。ショルダー、肩の両肩のあたりが赤く染まってまいりました。一方のマイティ井上選手の方はもう非常に日に焼けたような体をしています。大きく投げ飛ばしました。背中を打ちます。欠かさず攻め込みます。ミスターレスリングの激しいスピードに乗りました攻撃です。パンチで、パンチで攻める。チョップでいった。厚い胸板、チョップが引き刺さりました。マイティ井上どうやら生き返ったようであります。激しい一戦になりました。オープン選手権の第一戦であります。勝者には勝ち点2が与えられます。間を取ります。マイ、いやミスターレスリング、間を取りました。激しく襲いかかるマイティ井上であります。49年にはこの足立区体育館におきましてスーパースターのビリー・グラハムを破りまして IWA のヘビー級の第9代のチャンピオンになっております。弦のいいマイティ井上、控え室で語っておりましたあの当時の試合、ピリピリとした気持ちを思い起こしてミスターレスリング戦なんとかして勝ち点2をものにしたいということを言っておりました。国際プロレスの若きエースでありますマイティーの上、パンチの雨嵐、顔面に打ちまくる。左の手を取ってロープに飛ばす。あっといきました。クロスチョップ見事に成功。クロスチョップ見事に成功。今度はショルダーアタックか、肩からぶつかりました。肩からぶつかりました。マイティーの上、スピードに乗った攻撃です。絶好調のマイティ井上であります。さすがに4日前の12月2日ザ・コンバットから IWA のタグタイトルを奪還したばかり、非常に好調であります。波に乗ってこのオープン選手権に参加を決めましたマイティ井上、今のところ世界のミスターレスリングをかなり推しています。間を取ります。ミスターレスリング、アメリカではアマレスの神様と言われておりまして、テクニックの面では最大の評価を得ておりますこのミスターレスリングです。しかもなかなかのインテリレスラーで、アメリカで3つの大学の学士号をも持っております。オクラホマ州立大学、当時ローマオリンピックに出場いたしまして銅メダリスト、他にミシガン州立大学、コーネル大学を卒業。素晴らしく強い体と頭のいい頭脳を持ち合わせていますミスターレスリングです。手四つの体勢になりました。かなり手の違いがあります。キックをボディに見舞いました。今度は顔面、顎の突貫であります。飛び上がるようにしてジャンプ1番エルボードロップだ。顎の先端に右の膝が食い込みました。最初のカバーに入るミスターレスリング、カウント2でなんとか跳ねのけるマイティーの上です。試合時間が長くなりますとちょっとスタメンの点で心配でありますマイティーの上。小兵、小さな巨人、26歳、マイティーの上です。
ちょっと無理な姿勢かと思われたんですが、そのままの体勢でカバーに入りました。ミスターレスリング。12月の11日の日本武道館におきまして行われます力道山の追善興行におきましては、広松田選手と世界 NWA 世界ジュニアヘビー級のタイトルを行うことになっております。マイティーの上、さあブリッジで逃れることができるか。がっちりと抱きかかえるようにして上からの攻めはミスターレスリングだ。ブリッジの体勢、はの抜けることができるか。腰のバネはなかなか定評があります。マイティーの上、がっちりと 上から抑え込んでいます。ミスターレスリング、力比べになりました。右の上で、右の、いや左の腕を取っております。ミスターレスリング、激しい攻撃です。両方の足を頭に挟み込みました。うまくヘッドシザー、体勢が逆になりました。ロープに逃れます。ミスターレスリング、この辺りのディフェンスのうまさ、さすがであります。世界のテクニシャン、ミスターレスリング、うまく逃れました。覆面がちょっと歪んだようであります。今度は左の腕を決め込みます。サイドからの攻撃、ミスターレスリング、リングの中央だ。熱い胸板、赤く染まってまいりました。そのまま持ち上げようとする体勢、マイティーの上であります。大きくスタンスを取りました。力を加える。しかしがっちりと左の腕を取られています。ミスターレスリングもこれを返そうといたしますが、どうやら打ち勝ったのはマイティーの上です。マイティーの上でが打ち勝ちました。下から潜り込むようにして鋭い攻撃を行います。マイティーの上ですが、ミスターレスリングがボディーシザースであります。がっちりと足を絡めました。ミスターレスリングのボディーシザース、両方の腕をも取っています。左の腕の関節攻め、複合技です。このあたりはさすがにベテランミスターレスリング、なんとか逃れようとするマイティーの上、がっちりと挟み込んでいます。ミスターレスリングの左の足の、あとボストンクラブか。いい体勢でボストンクラブだが、どうだどうだ。すごいバネで、すごいバネです、すごいバネです。しかしなかなかロープの方に渡しません。マイティーの上、ボストンクラブの体勢、逆エビの体勢に行く。約45度持ち上がりました。まだ足りません。両方体をまたぐことができません。マイティーの上、渾身の力を込めてボストンクラブの体勢だが、どうだ。リングの中央、いいポジションです。余っている右手でパンチ一発、マイティーの上の耳のあたりです。今度はダイビングプレスに入りました。ワンツーワン、抑え込みます。ミスターレスリングです。110キロ、マイティーの上が108キロであります。第1戦から非常にテキパキとした歯切れのいい好試合を展開しております。マイティーの上対ミスターレスリングの一戦であります。なんとしても勝ち点を上げなくては優勝の可能性はありません。大きくロープに飛ばしました。場外に放り投げました。マイティーの上です。もう上半身は赤く染まりました。ミスターレスリング転職しています。入ってくるところ、いきなりパンチを見せました。チョップ攻撃、チョップ対パッチの応酬になりました。モーションを大きくパンチを狙います。右の拳がミスターレスリングを捉えました。今度は喉元へ腕を取って大きくロープに放り投げる。おっと、素晴らしいキック力、マイティーの上であります。ドロップキックを見舞いました。そして抱え上げてそのまま落とします。すかさずフォールに行くか、カバーに入るか。まだカバーに入りません。フライングメイヤー、フライングメイヤーに行きました。今度は背中にキックを一発見舞います。肩に足をかけました。肩に足をかけました。これは効きます。マイティーの上です。右の手が余っておりまして、あるいはこの右手でエルボーを落とすかもしれません。リングの中央、ミスターレスリングはロープに逃れることができません。いいポジションを取りました。井上、
得意技が出ました。マイティ井上のサンセットクリップであります。そのまま抑え込む。カウントはカウント2だ。いい体勢からサンセットフリップを見舞いました。井上の18番、相手を起こしておいて腰に手をやります。大きくロープに飛ばす。ショルダーアタック、打ち勝ったのはミスターレスリングだ。もう一回、おっとタイミングを外した。正面からぶつかり合うか。おっとどうだどうだどうだ、おっと場外にもつれ込みました。どうやら両者場外に戦場を求めました。かなりトップロープの上段から両選手がもつれ合うようにして押しております。果たして PWF ルールを使用しておりますこのオープン選手権、10カウント内で両者どちらがリングの中に先に入るか、リングの中にどちらが先に入るか、カウントは進められている。エプロンに手をやりました。マイティーの上、おっと和田恭平レフリーがゴングを要請しました。ゴングを要請しました。どうやら両者リングアウトのようでございます。15分32秒両者リングアウトで引き分けということになりまして、これは試合のルールによりまして両者リングアウトの場合には得点になりません。両者ゼロポイントであります。マイティーの上、いいところで得意のサンセットフィップを見舞いました。これで決まるかと思ったんですけれども、両者がリングアウト、結局ルール上勝ち点は与えられません。両者引き分けということになりました。